デルタ号特集シリーズ、ミッション、ベスト風、90km を制作せよ。前編。やあ、こんにちは。今回も続けて、デルタ号の、ベスト化を進めていくよ。今回、参考にするアイテムはこれだ。エリアボルレッジ射程、旧ベスト用、80km。電気型ベルデノメーターは平凡な 60km。 こいつをエリア・ボルレッジ射程のスピードメーターみたいにカスタムするよん。そんじゃあ今回も張り切っていってみようかーん。まずは以前壊れたベルデノスピードメーターが部屋に転がっているのでバラしてみちゃいましょう。とりあえず、表面カバーを取り外します。次に、メーターの針を取り外します。折れちゃってるけどね、わら。さらに、次は、メーターケースから、メーター基板を取り外しちゃいます。そして、さらにさらに、メーターパネルからメカ類も、取り外しちゃいましょう。はい、前期型純正スピードメーターのメーターパネルだけになりましたね。実は、必要なのは、このメーターパネルだったのですよ。それでは、プリンターにて、メーターパネル表面を、スキャンいたします。はい、スキャンが完了いたしましたよ。そうしたら、この PC に取り込んだメーターパネルの表示面を Photoshop を使用して少しだけ加工してみたいと思います。それでは加工開始。はい、できました。80km にする予定でしたが、90km の方が見た目のバランスが良かったので、90km になってしまいました。もちろん、そんなスピード、ベルタ号には打装にも出るはずもないので、なんちゃって 90km ですが、わら。それより 60km 以上を、あえて、赤表示にしたのですが、なんか、違和感しかありませんね。
ここはシンプルに黒表示にした方が良さそうですね。はい、とりあえずこんな感じにしてみました。赤表示から黒表示に変えて、旧ベストメーター風にピアッチオとエリアボルレッテのロゴを入れてみました。そしてキロメートル表示を移動させました。どうですか？なかなか良さげだとは思いませんか？今度は先ほどフォトショップで作ったものを紙に印刷しました。そしてこの印刷されたものをきれいにハサミで切り抜いて、セロハンテープで実物のメーターパネルに貼り付けてみましょう。はい、貼り付けるとこんな感じになります。素敵すぎます。やはり実物に貼り付けた方がイメージが湧きますね。どうせなので少し違うバージョンも制作してみました。目玉はピアッチオのロゴが青色になっているところですかね。印刷して貼り付けてみました。なんか実際に貼り付けたらいまいちかな。ロゴは黒色に戻しましょう。いくつも試行錯誤を重ねて、最終的にシンプルな黒一色にして、ロゴデザインはこんな感じに落ち着きましたよ。はいはいはい、最終デザインのものを貼り付けた試作品が出来上がりました。はい、今からこのホームセンターで売っていたアイテムを使用してシールを制作していきたいと思います。まずはシール台紙をプリンターにセットして、 90km のデータをシール台紙に印刷します。はい、90km のデータがシール台紙に印刷されましたよ。なかなかいい感じですね。実はこの後悲劇が起こりました。手違いから90km のデータを全て吹き飛ばしてしまいました。泣き。1枚のシールによりもたくさん印刷していたのが不幸中の幸いでした。悲劇も起こってしまいましたので、この続きは後編にて。最後までご視聴いただきありがとうございました。性能的に90キロ出ないのに90キロメーターって意味ねえじゃんと思った、そこのあなたはチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。さよなら。